さあ、というわけで山崎春の死者祭りということでね、どんどん紹介していきましょうか。こちらラジオネーム俺が3歳。僕の町の死者は春の暖かな土手を歩いているとスーッと近づいてきて、耳元でワンワンと叫んで何もなかったかのように去っていく、通称お犬様と呼ばれるおやすさんです。やられた方は死ぬほどびっくりします。友人との間では犬に取り憑かれている、前世が犬だったなどいろいろな憶測がありますが、何者なのか何が目的なのか一切わかりません。なるほどね。これ四国の方では結構本当にお犬様って言ってね、犬に取り憑かれるみたいなことがあったんですけども、実はねこれ前もこのラジオで喋ったかな、藤波辰巳さんがですねビッグバンベイダーとシングルマッチを行いまして、ビッグバンクラッシュっていうね、まあそれは200キロ以上のビッグバンベイダーがドーンと一気にこう胸ごとぶつかってくるという技で、あの炎の飛竜藤波辰巳がですね、慢性もう未だに続く腰痛、いわゆるまあぎっくり腰みたいなものですよね、腰を痛めちゃったんですよ、そのビッグバンクラッシュで。で藤波さんはね、まあその試合はなんとか戦い抜いたんですけども、試合後立つこともできずにしばらく長期欠場で、復帰してはまた腰を痛めてしばらく欠場するというね、まあ本当に最前線からちょっと一歩下がったのはそのビッグバンベイダーのビッグバンクラッシュが原因だと未だに言われてるんですけども、藤波さんがですねある雑誌のインタビューでですね、僕のこの腰痛は僕をずっと応援してくれていた四国のファンが死んでしまって、その恨みが腰にこもっているみたいなことを言い出したことがあってですねマジか藤波みたいな、ファンの方が亡くなったんですって。ずっと応援してくれたファンの方が亡くなったというお知らせを藤波さんが受け取った途端にそのビッグバンベイダーとの試合が組まれたみたいなね。でビッグバンクラッシュで腰痛めた、あれをファンの呪いだと言い出したという伝説の事件がね怨念は怖いですよ本当に。まあ、そんな藤波さんも今ではね、NHK 準レギュラーというね、スタジオパークからこんにちはね、まだお城を紹介してくれることもあるでしょう。大体その藤波さんっていうのは結構むちゃくちゃな人でですね、ウルルン滞在期で部族のね村に昔行きはったんですよね。でそこでもう本当にそこのいわゆるね、どう言うたらいいのかな、この長老みたいな人がお前はもうこの村の一員だみたいなね、全員で号泣して見送るみたいな大感動作で、もう藤波さんもまだね若手のバリバリの頃で、ね、あなたね本当にまたいつか来るからって言ってね、感動の会があったんですよ。もう10年以上前なんですけども、でさらにね3、4年もう5年ぐらい経つかな、でウルルン滞在期、何回スペシャルみたいなのがありましてですね、まあ100回スペシャルみたいなのがあって、あの時訪ねた人たちがもう一度そこを訪ねるっていうスペシャル企画があった時の藤波さんが本当すごくてね、それをウルルン滞在期のスタッフが藤波さんのところに行きましょうって伝えたら、あのとこもう行けないよしんどいみたいな大な言い出してですね、マジか藤波さんみたいなの言った時に、まあ、結局ほだされて行くんですけども、その現地までヘリで飛ぶというねそれまでジャングル駆け分けて、その10年前はね15年前はジャングル駆け分けてその村にたどり着いたのに、そこまでヘリで行っちゃうというね、まあ、藤波さん腰を痛めたから仕方ないんですけども、で久々に会って、わーわあ俺のこと覚えてくれてるよってね、当時と同じようなね、おおこれを食べろみたいなの差し出して、こんなの食べれないよって平気で断っちゃうというね、なかなか味のある人なんですよ藤波さん。まあある意味春の使者かもしれないですけどね。さあ続いていきましょう。